はい、今日は6月12日の日曜日、お昼です。今日はですね、西会津町にある西会津国際芸術村にやってきました。申し遅れました。東北新潟のきらぼしパーソン、インフルエンサーの西道です。はい、西会津国際芸術村は木造の校舎をリノベーションしてオープンした施設なんですね。こんにちは、やっほー。これは矢部さんのインフルエンサーをするっていうプロジェクトで動画を回してるっていう、まあ、館内はこんな感じで古い昔の校舎っぽくなってますね。幻レストランっていう、週末とかだけポップアップ的に出現するレストランがあるんですけど、今日は芸術村のスタッフの須藤さんが須藤さんカレーを振る舞ってくれるというので食べに来ました。ちょっと晴れてきましたかね。あの、夏は結構草刈りが大変で、雨が降るとすぐ草がニョキニョキと生えてくるんですけど、それを手入れするのも大変です。いただきます。うまそう。キッズたちが来た。絶対ゆうたくんのこと警戒してると思う。だって笑っちゃ目合わせないもん。